ランちゃんの終点まで行こう。イエーイ。打ち合わせ通りなんでこれ。打ち合わせ通り。なんだそれ。はい。ランちゃんの終点まで行こうということで。なんだよ。はい。始まりました。はいどうも。はい。なんか今日さ、誰かいないんですけど。はい。あずさんが。なんで？はい。今日はお忙しいということで。そうなんだ。はい。なんで？ボイメンのランちゃんと、大ちゃんと、ナノシーのタクと、メルバさんのボーカルさんと、せっちゃんと、ドラムのコウジさん、北野浩二。はい。今日は5人でこの2月17日のライブに向けて、このワイルドで行こうをジャックしましたということで、盛り上がっていきましょう。はい。ちゃうやんけ。ちゃうや。僕なんかみんなさ、いつもさ飲んでるようなイメージあるじゃん。俺も飲んでもね、週1回ぐらいだからね。聞いてねえけどね。本当？そうそう。そうそう。だからあれだよ。お前打ち合わせと違うぞ。違うぞ。最初ねこの枠はなんで朝いないじゃん。で、まあ俺メイン。そうランちゃんメインです。であなたは？スーパーサブです。スーパーサブ。はい。あもともとねお前一緒にやってるバンドのギターのライチさんの代わりで俺が入ったからね。そうでしたね。そうなんですよ。去年から。はい。ライチさんが忙しすぎて。俺暇みたいな。ランちゃんが暇すぎて。はい。ランちゃん知る人ぞ知るなんですけどランちゃんが終点まで毎回ライブ終わってから。飲んで帰ると、終点のセントラルまで行っちゃうっていうことで、今日ランちゃんの終点まで行こうっていうことなんで。それたまにさ、春の特別スペシャルとかそういうの枠も作ってくれるのかね。作りましょうか。うん、作りましょうで。笑われちゃったけど。作ってもらいましょうよ。本当？そっか。5月3日に向けてね、春のね。あ、そうだね。やってもらいましょう。とりあえずそのメインの、じゃ本当は佐藤淳のワイルドで行こうなんで本当は。はいはい。今日だけちょっと態度違いますけど、まあいたらまあこんな曲かけるんだろうと、まあねたどたどしくやりますけど、悩んでそれ、悩んでたどたどしく。リスナーの皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ早速ね、じゃあ1曲目聞いてもらいましょう。はい。1曲目は？1曲目だから話聞いてる？話聞いてるよ。だからマジでこういう曲かけるんだろうなと思って書いとるやんじこの QC とに。字読めないの？字読めるよ。これ見よお前カタカナでお前ちゃんとお前振ってもらってるじゃんちゃんとお前これなんで振ってあるか知ってる？これあなた英語読めないんだろうなと思ってわざわざねマネービジネスって書いてあるんですか？モンキだモンキね。本当のやつ今。わかりますよ。わかります。これイメージがあなた用にね振ってもらったんだからカナをね。これはどのバンドさんが？スキッドローでしてますか？はいはい。本当知ってる？知らないです。それ知ってるって言うんだまあそれとも僕自分のバンドの曲しか聴いてないんです。あ本当あそうですか。自分の曲しか聴かないの？あ聴かなかったです。あとリンキンパークしか聴いてこない。お前自分大好きだな。はい。ということでそのスキッドローでモンキービジネス。朝日スーパードライ。30周年の感謝を込めて。乾杯。心がつながるうまさを続々と。アサヒスーパードライ。長者町第2ファズ。はいということで、聞きました？スキットロー、はい、ほら、もう一回読んでみ。モンキービジネス。オッケー、ほら、まあ次からはこれ振り方振ってないからね。はい。ちゃんと読むように。はい。なんなら振っとこうか。はい、大丈夫。はい。ちょっと小ボケしただけです。本当？ということでですね、ちょっと線が絡まってんですけど、いろんな線がつきすぎなんですよ。だってこれちょっと待てよ。もうはい生放送あるはいすみませんなんか絡まってます。はいはい。OKです。そう本ですね。はいはい。なんで今日この皆さんいるかと言いますとですね、はいはい、今週の日曜日、はい、2月17日の日曜日に、はいすぐそこにある、はい、僕たちにとってはすぐそこにある審査会の名古屋審査会のこれ見えるでしょ？見えないよ。見えないか。うんうん、ダイヤモンドホール？違います。もう間違えちゃうから。の下の、はい、の下の、の下の、はい、ちょっとちっちゃいところ、ね。はい、うん。ハートランド。ハートランド。はい。で、何っけ？ロックンビート。ビート。ボリューム1。ボリューム1。誰が聞いたんだねこれ名前。わかんないですけど。僕はい、一応ね主催らしいんですよどうも。はいはいはい。で僕は決めてません名前を。はいはい。まあそのライブイベントがあるということで。あるんです。はい。まあそのまあ今日は告知というか。はい、ぜひ聴いていただいてる皆さんにも来ていただきたいなという。障害なので呼んでやりました。誰を？そのメンバーを出演するバンドのメンバーを、うんはい、呼んでやりました。呼んでくれました。はい、ありがとうございます。はい、なのでちょっと、はい、いつもより温度が暑いです。そうですね、はい、人口密度も、はいはい、二酸化炭素が、はい、二酸化炭素がね。わかる？わかるよ。酸素。でもそんなことよりも出演するバンドさんたちがどんな演奏、どんなアーティストの演奏をしてくれるのかっていうのをいろいろ聞いていきましょうよ。二酸化炭素の話はいいんだって。そう。わかりました。はい。まあそんなこんなで、はいはい。どうですね。今日僕となんでまずやることになったかというと、僕まあ。バンドというか、うん、ドラムなんか俺5つぐらいやってるんですけど、うん、でボーイメンそう僕ボーイズ&メンっていうボーイメンって言っちゃうとね、はい、ちょっと勘違いされると思うんで勘違い、はい、でかいボーイのズ&メン O にこう斜めの線が入ってるやつ、はいうん、シャワーを浴びてーのやつですね。そうですそうです、はい、それの、はい、まあカバーやってるんですけど、はいはい、それの去年のね栄南音楽祭、はいはい、で、うん、僕ら優勝してしたんですよ。名のしいもの。そうですね。その前の年に。だから俺が去年、はい、一昨年優勝して、はい、おととしだな。おととしに優勝したね。そうです。で僕ら優勝して、はい、大きいところで土砂降りのメインステージでね。メインステージで土砂降りのお客さんがね5人ぐらいしかいない。前日僕出たんですけど、快晴でしたから。はい。ありがとうございました。俺涙だわ。本当に朝から、はい、ねオープンリハなのかなんか分からへんもん。まあ本当に11時のスタートの時ですからね。そうだよ、うん、なのに、まあ、試練ですよあれ。僕らもやっぱりなかなか難しいなと思って、大きいステージっていうのは。あ、そうなの？はい。僕結構ダメだよ。俺大丈夫だよ。大丈夫ですか？あ、そうですね。最近ダイヤモンドホールとかやってますもんね。僕全然平気です。まあでも大きいところで頑張り、さすが先輩です。頑張りなさい。はい。頑張りなさい。まあいやそんなことはいいんですけど。そんなことははい。だからそのボーイズ&メン。はい。が大体ね俺らって春集中型バンドなんですよ。春集中型バンドですね。そう。夏と冬は冬眠してます。夏と冬は冬眠してる。はい。秋も。だからしばらくやってないなと思って、で他のバンドもライブがちょっとないので、まあちょっと久しぶりにやるかと。でそれをこの今日来てもらってるんですけど、メルバってバンド、メルバさんのベースのやつの一緒にデュランっていうこれもまたもうネーミングセンスは抜群ですよねランちゃん。でもね俺じゃないもんそれですけど。あ、俺じゃないんです。T シャツかっこいいですもんね。何の？デュラン。あ、知ってんの？知ってますよ。あら、なんか何にチェックしてんのね、あなた。もちろんです。いやらしいな。好きですから。あ、本当。あら、照れちゃうね。ほんで、でも話進まへんやんけ。だから、なんだっけ？だから、に、ちょっとなんか、俺はちょっとどっかライブやりたいんだけど、なんかないと。俺はどっか出るとこないと。言ったら、そのサッシーっていうんですけど、そのベースのが「いや俺もそのメルバってバンドまた別でやってるから、なんならじゃあ一緒にやる?」って話になって、そのボーイズ&メンさんとメルバさんと「ああまあじゃあやるか」って話になって、ほんならまあ2つはちょっとじゃなくてもうちょっと集めようと。でまあお互い知ってるバンドに声かけて、俺はナノシー様に「お前やるか?」って言いましたよね。そうですね。はい、もう2つ返事で「はい」って言いましたけど、僕はもう俺のこと大好きだもんな。大好きですから。でそういうことでまあこれが行われるようになったんです。なるほど。だから今日は残りの2バンドですけどね、こさしてやりました。こさしてこさしてやりました。こさしていただきました。はい。まあみんなランちゃんのことが大好きだから来ちゃいました。のこのことやってきちゃいました。はい。終電まで行きますよ。はい。終電まで。今日ね。はいはい。そうですね。まだ終点まであと多分2時間ぐらいでまだ大丈夫ですけど。はい。あ終電がね。はい。ということでまずは。まずはその主催のでもその主催者俺とそのサシねいるんですよ後ろに。そこにちょっとこれ映ってないんですけど、なんか恥ずかしがり屋なのかな、なんかっていうどうでもいい画像が映りましたけど、話が始まるんだけどすぐ終わるね。広げていきましょう。でそこの今日はそのまずそのメルバから自己紹介をしてもらいましょう。どうぞ。メルバです。よろしくお願いします。いや名前はないと。メルバのボーカルのはい節田と申します。よろしくお願いします。ドラムコーラスボケ担当のコウジです。よろしくお願いします。でそこにベースのサシさん、はい、あります。サシちょっとしゃべろ。あ、ベース担当サシです。はい、お願いします。ところでメルバさんはどんなバンドなんでしょう。はい、ですね。まあ見ていただいた方たちの第一声はもうとにかく楽しいと。楽しいを見てて、もう動くのが売りみたいな。演奏はどこ行ったみたいな。もうやってる側がとにかく楽しくて、なるほど。もう本当に叩いてないとか。実は打ち込みなんですけど、神経さが働いてるんですけど。筋膜みたいな。そうですね。ある種エアーですけど。エアーな。まあ本当にまあね最近結構そういうコピー版会話もなんか結構また熱くて。そうですよね。ですよね。盛り上がってますよ。でいろんな方がねやっぱりカメラを持ってきていただいてものすごい写真撮っていただくんですけど、この前もねちょっと某ライブでやった時は。どうでしょうね、写真いただいてギガいったぐらいの画質画像いっぱいいただいたぐらい写真ものすごい撮ってもらってるんですけど、何ですかギガいったって。いやわかんない、容量が1ギガバイトまでいっちゃったみたいな、ハードディスクいっぱいみたいな。そんなにそんなにいらない。それはその写真を撮るほどなんか動きが面白いってことですか。そうですそうです。カメラマンさん曰くこんなバンドは初めてだと。何ですかと。被写体がファインダーに収まらん。ちょっと待って。ドラムだよね。私はそんなに動いたらダメでしょ。いやいやまあ聞いてください。でフロントさんにまあここにいるせっちゃんでサッシーさんあとマガさんでギターなんですけど、とにかく動くんですね。すごくもうじっとしてないんです。普通だいたいねボーカルさん立ってる時って現代の方たちは結構そこでじっとエフェクターの前でいるはずなんですけど、まずいないんですよ。でとにかくフロント3人は動きまくって楽しいんですけど、僕はいつも蚊帳の外。まあドラムの宿命のそうですね悩みどころなんですけど、この辺はなんかどうすればいいですかね。もうチンの矢みたいにスネアだけこう首からぶら下げてで動機を流す。ああなるほど。こうですね。そう。食い倒れ状態ですね。あるじゃんお猿のこうカンやつ。似合いそうだよね。俺は？まあランちゃんの憧れたドラマーがそこですもんね。猿の。やってみる？なんかねそうランさんについてきます。そうですね。まず見本見せていただいて。アーティストはどんな？それを聞かないと。それはないと。とにかく動いてるバンドしかスターじゃないっていう。バンドの説明しろだって動いてる。動いてて何やそれ。どんな楽曲を演奏カバー。楽曲はですね私も実はちょっと後から入った加入したんですけども、先にずっとやられてるせっちゃんがちょっと崇拝してる田村直美さんがソロでもやられてるんですけど、ずっと昔はパールっていう伝説のバンドをやられてて、でずっと来てで今天白っていうバンド組まれててですね、なんともうすごいメンバーなんですけど、ギターが野村義雄さんよっちゃんで、キーボードがレベッカの土橋さんで、ベースが関松の方で、ごめんなさいでドラムがアルフィーでずっとやられてた長谷川浩二さん。すごいメンバーですね。本当にゴールデンメンバーです。めちゃめちゃかっこいいんですけど、まあかっこいいがゆえにやっぱりコピーするのも結構ハードル高いんですけど、その辺もなるべく忠実にやっぱりその雰囲気を出したいなってことで、当然ご本家さんのライブも行かせていただいてだいぶ研究させていただいて、なるべく再現してやろうっていうとこをコンセプトです。今リスナーさんたちも今こう聞いてて、田村直美さんの曲なんかこう聞きたいとか好きだっていう人たちがいたらぜひ来てほしいですよね。またしっちゃんがですね、本当に似てるというか、おおって私初めて出会った時はまあとある時に対バンで初めて知り合ったんですけども、私本当口が唖然としたってまさにああいうことで、なんだこの人だと思って、怖い怖い怖い。当日はね2月17日大鳥ですから、そうですね、もうやっぱりもう会場を引っかき回して、その迫力のあるボーカルで、そうそうそう、でちょっと待って、鳥なの？鳥なんじゃないの？まあ鳥は俺らだわ。あ、そうなの？あ、そっか。もう鳥してもらった方がいい。いやいやいや、最初ねやってってたらね、なんかねダメだって言われて。なるほど。じゃあ5バンド出るんですけど、5バンド中のじゃあ4番目。4番目です。なので大体時間が7時半から8時ぐらいになるんですかね。はい。興味がある方はぜひ、よろしくお願いします。ぜひミッド FM 見ました、メルバさんのライブ見に来ましたってハートランドに来てくれるといいですね。あ、めちゃめちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。はいはい。じゃあそんなメルバさんからお時間的にもどうですか？曲名を紹介していただいて、流したい楽曲を。ショータウェイズテンパックリバーサイドロックンロールバンドからラバーズを聴いてください。はい。誰の何ですか？せっちゃん喋って。あ、私。はい、メルバのせつおです。私たちがカバーさせてもらってるショータウェイズテンパックリバーサイドロックンロールバンドからラバーズを聴いていただきました。はい。この曲はやるんですか、当日ライブは？やります。やりますか。いや、じゃあ楽しみですね。やらん曲をかけてどうすんだ。やらん曲かけたじゃん。そうじゃ。まあでも本当楽しみですね。はい、ぜひよろしくお願いします。ほんでもってで次はですね、僕らボーイズ&メンからボーイズねボーイズ、それの歌い手連れてきました。どうも大輔です。大ちゃんありがとうございます。ということで昔やつとオリジナルのバンドやってたんですよ、大ちゃんと一緒に。もうどうでしょう、どんぐらいやりましたっけ？十数年やりましたよね。じゃあ今ね別に解散してないんだよね。まあそうなん解散はしてないんだよ。活動休止なんですよね。ただよくあるじゃん、無期限活動休止とか、別にそんなことも言ってなくて、なんとなくねライブがなくなっちゃったっていう。なるほど。ランちゃんが嫌われちゃったのかな。そうなの。まだ結局まだ一緒にやってるから。そうですね。そうですね。嫌いじゃないかな。なんかねじゃあ他の好きじゃないけど。はい。まあどっちでもはそんな。なんかね俺とか他なんか他ちょっとサポートとかちょっとやりだして、なんかそっちが忙しくなって、なんとなくクレイジーハウスのブッキングをなんかあんま切れなくなっちゃったら、そのままなんか大輔もなんかソロやりだしたんですよ。ああやってますよね。なんか大ちゃんもいろいろソロやったりとか、他のバンドやったりとか、詳しい。見てますよ、詳しい。なんか人間好きなの。違う、寂しがり屋だからフェイスブックばっかり見てます。暇なんだぜ。暇じゃないけど、そうよく見てるんです。そうですか。いろいろやりながらまあ結局活動休止になったんですけど。今回は久しぶりに、まあでもボーイメンもなんだかんだでボーイズ&メンもボーイメンっていうとね、特に俺今アイドルのハッシュタグバックマンでやってるから微妙な立場でどっちかね、ランちゃんがボーイメンって言うとどっちのボーイメンか分かんないから、アイドルやってるからね、そう分かんないからちゃんと言ってくれなきゃって。ボーイズ&メンも3年ぐらいやってません？もう結構やってますよね。やってるよね。なんか俺ハートランドスペードボックスを忘れたけど、なんかそういうカバーイベントあるからなんか出てよって俺他のバンドで言われたんだけど、まあ結構ちょっと予定が合わなくて出れなくて、でそれ3回ぐらい断ったのね。都合が合わなくて、俺ちょうど都合が合わないとか言って、あんまり暇なのにね。俺は暇なんですけど、他のメンバーが忙しいじゃないですか。一人じゃできないからね。まあそうだね。だから全部打ち込んで俺がドラム生とか一人とか。まあ今面白くなかったね。すみません。あ、そうそう。でそれでなんかあんまり断るもんなんかなと思って、じゃあちょっとまあ他でなんかやるかと。でそのハードンドの某斉藤さんにに他のやつでもいいですかってやってって言われて、でまあちょっとボーイ氷室京介のボーイですね。そうそうそう、あ、そうそうそうのやろうかなと思った時に誰かボーカル、ああオリアン大輔って、あオリアン大輔安直だね。ちょっと古めの引き出しを開けたからオリアン大輔と思って、なかなか開かなかった。そうそう、一時期なんかね大輔もなんかねソロ活動をちょっと休んでて、だけどちょっともう久しぶりにちょっと歌えみたいなこと言ったら、あいいですよみたいな、ほんでボンボンボンのメンバー決まりので、気づいたらもう4年ぐらいやってます。そうですね。まあボーイ世代というか、その氷室京介さん好きとかっていう方たちからしたらやっぱかっこいいですもんね、大ちゃんのボーカルワークというか。ありがとうございます。あんまりね褒める調子こっからね、あんま褒めなくて大丈夫です。こかないこんなあなただ。あんまり僕いつ普段ライブ終わった後の打ち上げとかでなんちゃんのことディスってばっかりだから、やっぱ周りの方たちはちゃんとこうみこしを担がないといけないなと。いやいや、そんな気使ってる。もうもちろん。いや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 。僕はね褒められて伸びるタイプだから、いい年なのに。怒られるとすねるもんね。すねる。そう。だからなんかね、子供なんですいませんね。なるほど。今回は何曲ぐらいあるんですか。僕ですか。僕らは9曲ぐらい。9曲の9曲やります。やっぱランちゃんばっかり喋ってば大ちゃんに喋ってほしい。9曲の9曲9曲だっけな。9曲もやるんですね。9曲かな。9曲でしたっけ。もうやっぱメジャーどころというかこう有名どころも。まあイベントでね限られた時間なんでやっぱりメジャーどころが中心になりますけど、でもまあすごく僕はね結構実はやりながらもボーイあんま知らないんですよね。だってまあ。実際世代もうちょっと上世代ですよね。だから今回そのランちゃんと一緒にボーイやるにあたってその調べて聞いて YouTube 見たりとかで初めて知った曲もあれですもんね、グレーラルク世代。そうそうそう、どっちかいったらそうなんで、どれがメジャーでどれがマイナーかもいまいち分かってないところあるんですけど、まあでも誰が聴いても分かるだろうと、曲含めあとランちゃんの趣味でマイナーな曲もなんか混ざってたりしますけど、まあコアなボーイのファンでもお楽しみいただけるかなと。なるほど。ボーイさんはですね、僕はですね、そういうシングルとかになってない曲のが僕は好きなんです。でもそんなの並べてもね、まあしょうがないんで、何その笑いの、何今のびっくりしたわ、急に笑われる。会場に来るお客さんからしたらやっぱあの曲聴きたいっていうのがあるじゃないですか。いやそうなんですよね。そうそうそう。絶対に盛り上がるこうマストな曲というか。だからそれを揃えてみました。なるほど。はい。これもじゃあ楽しみですね。見たくなった？見たくなった？今回鳥でしたっけ？うん、聞け、見たくなったかって聞いてるのに。僕大ちゃんみたい。何回も見てますし。何回も見てますし。そうランちゃんもちゃんと見ますよ。はい。ステージの横から見てますよ。はい、見てください。はい。今回鳥ですかね。エルバさんがさっき4番目で、5番目がボーイズ&メン。だから最後まで来てください。あ、最後まで残ってください。最後まで残ってください。はい。そうさ、結構遅がけですもんね、始まるのが。やっぱりこんだけバンドがいるから、だからまあ割と遅くまで残ってってほしいなって感じですね。まあそうですね、まあ今回5バンドなんで、まあ5時からだいたい9時過ぎぐらいまでなんですかね。そうです。なのでまあ僕ら9時前後ですね、スタートから。まあそうですね、まあナノシーとメルバさんが思いっきりがっつり押さなければ。お好き満々だな。いやいやいや、そんなことないですよ。楽しいお酢イメージだな、すごく。確かに喋りすぎちゃうんですもんね。MC 苦手なはずなのに喋りすぎちゃうんです。今みたいにね、今日みたいにね、もう気づいたらね、もうね、最後僕かけたい曲がもうなんかかけれないかもしれない。だからもうとりあえずもうね曲いった方がいいよ、俺。そうですね。ほんで曲いきたいとこだけど、これランさんのこれうまく説明してください。でこれまあせっかくねボーイさんのは多分皆さん知ってると思うので。はいはい。でこの流れで絶対ボーイでしょ流れるんで。まあそうです。だけどさっきやらん曲かけるのって俺自分で言っといて、すいませんやらん曲かけます。やらん曲かけます。相変わらず空気が読めないランちゃん。どうもすいませんね。そうだから。まあね、今日大輔と俺いるから昔一緒にやってたクレードハーツってバンドがあるんですよ。その中で一応一番推し曲だったっていう。推し曲だった曲をやらん曲どこの騒ぎじゃないですよ全くね。めっちゃ一応まあこんなドラムワークでこんなボーカルの声ででそのボーイをやったらこうなるぞっていうのを当日見に来てくれっていうことでいいですね。もうタックちゃんいなかったらどうなってたか。あのね、違う、あのたちに後で終わってから説明したるわ。だからとりあえず曲いきましょうね。紹介してちょっとわかりました。じゃあまあ僕とねランさんが昔やってたクレイダーハーツというバンドでファルシオン聴いてください。ということで。はいはい、クレイダーハーツ、ファルシオ聴いてもらいました。本当に懐かしい。かっこいいじゃないですか。そうですね。懐かしすぎましたね。ということで僕らボーイズ&メンですがファルシオンを聴いていただきました。やらないけどね。やらないけどね。まあでもあれですよね。こうなんかなんていうんですか、こう古き良きロックというか。古くないよ。古くないでしょ。古い。じゃあまあらしさは。なんかこうそうですよね。はい、そんな感じ。まあ大輔が歌います。なるほど。はい。まあ歌いますよ。ほんでですね。はいはい。で続いて紹介いたしますのがはい。ナノシーさん。はい。イエーイ。びっくりしましたよ。いきなりうちのライツさん来ましたから今。ということでちょうどね流れてるのにおはようございます入ってきちゃった。びっくりしちゃった。ちょうどそういうことでじゃあナノシーさんのパート紹介をまずナノシーボーカルのタクです。はい、ギターのライツです。イエーイ。お久しぶりです。ライさん、僕ライさんのところ乗っ取っちゃいましたよ。いやいやいや、お前譲ったんやね。ありがとうございます。寂しかろうと思って。ありがとうございます。毎日セントレア行くしな。そうですよ。今日はワイルドで行こうじゃなくてランちゃんの終点まで行こうっていうなんか特別番組です。特別番組いろんな都合が大人の都合が言えないなんかよくわかんないんですけど、でまあナノ C なんですけど、ナノ C なんですけど、名探偵コナンの主題歌を全面的にカバーしていきます。まあ一つのアーティストとかバンドにとらわれず、女性のアーティストから男性のアーティストまでやっていくんで、まあ子供から大人までコナン好きな方は楽しんでいただけるんじゃないかなという感じなんですけど。それはあれだの、女の方がボーカルの時もキーも下げずにやるわけ？だからもちろんキーを下げます。それは僕のボーカルに合わせて皆さんいただいてるんで大変ですね。バックの人がアレンジもしますよ。アレンジもやってますよ。マジですか？そう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 。でまあいろいろ、まあでもそれもそれでいろいろこう楽しいの醍醐味というか、面白い感じでやれてるんで、さっきのメルバさんみたいにうちも割と動くというか、僕がよく使う言葉だと圧倒的なライブをしようっていう、だからもうどのバンドにも負けないライブをしようっていうのがもういつものテーマで、いつも勝ってますか？もういつも勝ち気です。いつも勝ってんですか？ランちゃんとのその境南音楽祭での僕らの戦いは僕らの勝ちでしたけどね。あ、そう負けだわ。そうなんですよ。なんかめちゃムカつくこいつって言ってた覚えがなんか数年前の記憶がまあでもそんな頃からこうランちゃんとも仲良くなって、僕らもこう結束が固まって、なんかよく絡めますもんね、ナノ C さん。まあそうですね。あとそうだって俺ベースを退職って今一緒にバックバンドやってるし、ハッシュタグと名古屋クリアーズとかもバックバンド一緒にやらせていただいてます。こっちからするとランちゃんが絡んできてるんじゃないのかなと思ってたけど違うかな。まあそういう言い方もあります。なるほど、そういう言い方もあります。ちょっとこっちに入りたがってる感じがありますもんね。寂しいんかな。あるある。でもボエメンで他のライブ出ることあるんですけど、逆になんかナノ C さんいないと逆に違和感感じるぐらいなんで。なるほど、いないんだとありがたい。ナノ C さんいないとありがたいなぐらい一緒になること。そうですよね。毎年恒例の5月のランちゃんと僕とライツさんの誕生日のイベントだったりとかで、それもねまあ後々告知しようかと思っていこうとは思ってますが、とにかくナノ C はもうコナン好きの方たち、コナンの曲は知らないけど絶対的にこう楽しんでいただけるようなライブをやっていくので、参加型ですよね。手振ったり声出したり、手叩いたり、拳突き上げたり、もういろんなこうなんか普段日常ではなかなかできないことをみんなで体を動かしてなんかライブを会場を一つにしていけたらなと。それじゃあメルバと対決だね。じゃあメルバと対決、まあ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 、僕ら3番目なんで、その後メルバさんなんで、でも俺らみんなお疲れ様でしたって頑張ってダラダラやるわ。はい、メルバさん、いや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 、そんなこと言うと俺たち打ち上げいっちゃうから対応してくれると。メルバさんがなんか今回ちょっと動きが割と小さくないって思うぐらい僕らも大きく動けるように、はい、だんだんシリーズボロになってっちゃうことだね。じゃあ自信を持て、自信を、それ向けての僕らなんだ。なんで蚊帳の外なんですか。飲んどるとどんどん大きくなっていくけどね。だから一回下がって僕もう一回上がるんですよ。その下がった時にライブがちょうど本番で終わって、移動した時にまただんだん上がってくるっていう。ダメじゃん。帰りはセントレア、そういうことなんですね。これ終点です。好み屋っていうのもある。そう、その話するとすごい長くなるので今日はやめていきますが、タイムスケジュールオーバーしてますからね。めっちゃオーバーしてるんですよ。だからとりあえずね、曲をね、とりあえず曲かけないと。はい、今回ナノシーが初めて挑戦する曲で、シカゴプードルっていうバンドさんというか、ピアノロックバンドの曲を、コーラスワークをこの前ライトさんと2人レコーディングして、ギターとかドラムとかは入ってないんですけど、ピアノバージョンという形で、聴いていただきたいと思います。聴いてください。君の笑顔が何よりも好きだった。いやもうね、ギターのライスですけどね、はい、これレコーディングって言っても本当にコーラス取るための仮歌を歌って、はい、その1回だけのが今のですね、はい、こいつ歌うまいなと。ありがとうございます。本当にちょっとね一応、はい、びっくりしましたね最近、はい、でも本番はそのコーラスの方を流すと。コーラスメイン主戦は僕がいますから、さらにここにソニーさんドラムと大将のベースと口パクじゃないの。口パクではない。何のためのライブやこれ。口パクが入るんで、またちょっとスピード感が出るというか、また雰囲気が変わるんで、このまた変化をもまたこのライブ会場に来て聴いていただけたらなと思います。はい、楽しみです。ありがとうございます。メンバーに褒められたいね。はい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 。ということで、ですね、他のあとは全部でこれ5バンド出るじゃないですか。はい。あとは僕はちょっとね存じ上げておりませんので、ちょっと他の2バンドをちょっと説明していただけると。じゃあまず楽しいのは僕からタクの先輩なんですけど、ザ・ロゼッタっていうゆらさんっていう、もう本当になんて言うんだろう、一言で言うと、まあビーズとかそういう感じが好きな方はかなりかっこいいんじゃないかな。でもこれあれなんですよね、このバンドだけカバーじゃないんですね、オリジナル。そう、オリジナルなんですよ。でしかも視覚のあれがすごいです。もうきらびやかです。視覚、そういう映像とか VJ が入ってるんで、VJ ビジュアルジョッキーですか、要は DJ の映像版があるんですけど、要は本当によくあるコンサート、大きいコンサートで後ろでこうなんかイメージ映像みたいなのがガーンって流れてるんですか。あれハートランドに一緒にいない。そう、まあどこまでやれるかは分かんないんですけど、当日テレビが入ったりとかいろいろして、もう本当に見るのも楽しい。これ設置してるだけでさ、持ち時間なくなっちゃって、あれまあでも一バンド目なんで、一番初めからかっこいいボーカルがこうかっこいいライブをもういきなり迫力を見せてくると思うんで、大きいテレビ持ってくるもんね。大きいテレビも、はい、そうだからこう見てなんだろう、歌詞がこうバンって出てたりとかするから、なんだろう、やっぱライブとかって何歌ってるかわかんないとかよくあるじゃないですか。あ、それ自分がよく言われるんですか。僕はあんま言われない。僕は身振り手振りが多いんで。そうですか。ランちゃん何叩いてるかわかんない。いや、わかりますよ。わかる。わかりますよ。ごめんごめん。何喋ってるかわかんない。よくありますから。滑舌が。すいません。何叩いてるかは多分わかると思います。あ、そう。すいません。そう。あ、ほんで。っていうバンド。振りが雑やね。戻したけどどこに戻った。まあだからもう初っ端からかっこいいんで、もう当日会場に来る。お客さんたちは、まあお目当てのバンドだけじゃなくて、もう最初から来いと。そう、最初から来ても本当にまあ楽しめるんじゃないかなと。5時から来いと。まあ5時から、感じですね。場所取らないとひょっとしたらちょっとまた今回もパンパンになっちゃうかもしれないんで、こう詰めながら詰めながら、うんうん、奥行ってくれないとね。そうですね。混雑の地下鉄と一緒ね。そうそう、満員電車みたいな、うんうん、奥が空いてるのにみたいな。そうそう、さすが電車に関しては詳しい、ね、詳しいよ、はい、でそれともう一つもう一つ、マッスルV8 V8 でいいのこれ V8 じゃなくて V8 だね。 V8 ですか、はい、そうですね、はい、これはせいちゃんのうちのバンドのせいつおの知り合いというかお友達なんですけど、ツイストのカバーバンドされてます。どえらいかっこいいです。どえらいですか、はい、どえらいですか。サンバリでどえらいかっこいいです。それは第3世代じゃないですか。いや世代ですね。何の曲だったか、曲は出てくるけど題名が出てくるまあそういう世代のそういう世代もうたまらんですよね、はい、私もうちょっと若いですからね。あ、わかりました。私はね、はい、年はちょっとね非公開ですかね。非公開ね。わかりました。はい、まあジャニーズならフォーリーブスぐらいの頃。あ、ちょっと分かんなくなっちゃった。やっちゃいました。やっちゃいましたね。愛さん今ねブーですブーです。おとなしくしてください。はい、マッスルV8さんも2番目から出演なんで1番からぜひ来てもらえるといいかなと思います。はい。ぜひぜひ。はい。ということですね。じゃあ続いてもう一回ね、あともう3番の人いるんで、もう1曲ずつぐらいかけていきましょうか。かけますか。はい。でさっき言ってたじゃあまたせいちゃんたちメルバさんの。メルバのおすすめ、はいはい、ライブでやる曲ですね。はい、はいはい、ワイルドスタイル聴いてください。テンパックリバーサイドロックンロールバンドからワイルドスタイル聴いていただきました。はい、ありがとうございます。はいはいはい、なんか喋りすぎちゃってさ、はい、曲もうね最後ね詰めだねこれ。詰めなって感じですね。もうね俺ねいつも思うんだけど毎週っていうか俺が来る時ねいつもそうなんだよね。なるほど。いらん話ばっかするからね。そうそうそう。はい。だからこういうフォーマットっていうのがあるんですけどね。あ、意味ないよねこれ。そう最後の一枠だけ空欄でしたね僕ら。確かにね。まだ違うよ、もう一個あるからねここに。なるほど。だからんでまあせっかく来てもらったからもう行くわかけるわ。かけるもう時間ないから急にもうランちゃんの声も多分リサさん聞きたくないから大ちゃんの声がいい。もう曲タイトルはもう大ちゃんにお願いしましょうね。じゃあもうねまたボーイのバンドなんですけど僕ら今日呼ばれてるのはまた違うねバンドのやつで恐縮なんですけども、またかつてランちゃんとやってたクレイドハーツの曲をすみませんもう一曲お願いします。じゃあ「Truth Which Came of Life」ですね、打ち合わせと曲が違いました。びっくりした。今ですね、ディレクターの焦ってます。違いますか？違いますか？違います。あ、だからCDR のやつですね。まあまあまあ、だからほらボーイだったらよかったんですよ結局ね。本当？あ、それじゃなくて、それはですね、違いますね。まあまあそんなこんなでじゃあ僕ら告知だけしときますね。2月17日日曜日です。新栄のハートランドでまあこんなワイワイした感じのメンバーがライブをしますのでぜひぜひ遊びに来ていただけたらなという。5時半スタート。はい。まあ夜は9時10時ぐらいまでですかね。ぜひぜひまあバレンタイン明けなのでまあチョコレートの期待なんて本当はしてないんですけど。はい。チョコレートはどうでもいいんですけど、メルバとノンシーで押さないでね。わかりました。まあ今日のこのラジオのこのなんていうんですか生放送で押しちゃってることを教訓にします。教訓にして。当時もね。教訓にして。でもメルバアンコール曲3曲ぐらいあるんですけど。いや、そんなものねみんなね客が帰ってからやってください。じゃあ準備が整ってるので改めてクレイドハーツでトゥルース・ウィッチ・ケーム・オブ・ライフ。はい、ということで僕らのクレイドハーツありがとうございました。すいませんなんか古い引き出しをまあいいんじゃない。もう多分ねもう限る機会多分あんまないからだから2月17日に来ていただければボーイしか聞けます。そうお待たせしました。ボーイはですね気軽にちょっと CD を聴いていただいてそうですねはい CD か YouTube を見ていただいて予習してきていただいて予習してくださいね。というわけでもう残り時間もわずかということなんですけどもだいぶしたねやっぱりね。2月17日終わったら僕たちボーイメンナノシートボーイメンはボーイズ&メンは5月3日にこれ毎年ねまた毎年やってるライブがやらせてもらってます。今年はですね僕50歳になるってことで僕は生前葬だと思ってやりますのではい。皆さんドレスコードはヒョウ柄っていうことで、みんなヒョウ柄、服なんか着てきたらあるんですけど、ヒョウ柄な感じでやっていきたいなと思ってますので、まあとにかくね楽しんでいきますからね。5月3日だからさ、だから50歳になるってことで、僕ハートランドとスペードボックス両方押さえたんですけど、もうハートランド側からスペードボックスしろと。で、無理やりスペードボックスにさせられました。させられましたって言ったら、させられましたって変だけど。まあだから、1年目、2年目から、はハートランドでもうソールドアウトでしたね、もうあれは完全に。去年完売だったもんね。完売だったんで、まあ今回は、まあランちゃんが50の節目ということで、スペードボックスでちょっとまた会場を倍ぐらいに大きくして。はい。それも、そっちも、だから、2月17日に来てくれた人は、全部来いと。そうだからいいものはやっぱ人に伝えたくなるわけじゃん。だから今回来ていただいて、あ、すごい楽しかったね、よかったなと思ったら、周りのお友達だったりを誘ってまた5月3日に足を運んで。じゃあメルバさんを見に来たお客さん800人も来てくれるかな。じゃあ800人も上がったのまたハードルがひょっとしたら今回すごく仲良くなって5月3日一緒にまたやるかもしれないですね。皆さんの予定が合えばまだこれからですよね、5月3日の。そうなんですよ、まだだって何も決めてないからね。とりあえずまず2月ベースを2月17日の方を終わってからっていう話ですね。なるほど。まあでもいいですね、本当だからもうなんだろう、もう単純ですけど楽しいライブ、やっぱ古き良きというか、そのまあボーイもそうだし、その田村さんもそうだし、まあ、うちもそうですけど、なんだろう、あ、こんな曲あったなって、今本家の人たちがなかなかやっぱり昔の曲はやらないじゃないですか。だからそういうのをなんかこう再現できたら、あ、いいなって思ってもらえるライブになるんじゃないかなと。はい、頑張りますよ。頑張りましょうね。僕は尻すぼみになりますけど。マイナスワードやめないな。だんだん落ちてしまうという。まあそれは来たお客様たちが評価するんで、気づいたらさらっといなくなっちゃうかもしれないですけど。まあそれはね、うち大輔君にお任せしてるんですね。困るですね。もうまさにイメージダウンかもしれないですね。やらないのか。そうか。そんな感じですね。もう時間も。縁も竹縄なんです。いつも皆さん1時間って長いなと思うんですけど、すぐ来ちゃうんで。そうなんです。ランちゃんが「あ」とか「う」しかもうひふみんみたいなトークしかしてないですけど、だから俺はね、また長なるこの後反省会しましょう。反省会ね。ということで、じゃあ最後2月17日皆さん遊びに来てくださいということで、じゃあ最後に聞いてください。ナノシーのボーカル。タイトルコール。あ、ちょっと曲紹介してからタイトルコールしよう。わかりました。どうぞ。最後に聴いていただくのはナノシーのボーカルタクが所属していたバンドです。 100% フリーの「ハローミスターマイイエスタデー」を聴いていただきます。で、お別れですね。じゃあお別れ。じゃあ今週もランちゃんの終電まで行こう。マジかよ。